もうさ、あのさ、わかると思うんだけどね、みんなもうね、あの想像に、なんだ、なんて言うんだっけ、想像に、想像すぐできる、たやすい、そう、想像にただ、た、あや、想像にたやすいと思うんだけど、やっぱ PC が調子悪いと私の知性も調子悪いのかもしれない、そう、同期してるから、そう。想像に食べやすいと思うんですけど、あ、多分みんなが想像してる通り焦りました私なんならもうあのマジで半分泣きそうにどうしていいか分かんなくて、そうめっちゃ焦って、あの速攻であのポンちゃんに連絡してやばいPC 動かなくなったって言ってとか、そう友達とかにも言ったりとかして、そうなんよ、ガチで焦ったね本当に。でもツイッターもさ、あの動かしたりとかしなきゃいけなかったからさ、みんなに報告しなきゃと思って、みんなに報告したらさ、倉持に関してのさことをツイートしてくれてる人がいて、もうどうしようもできない時間があったから、あ、少しでもツイッターなどを見るかと思ってツイッターを見てたらさ、なんか倉持動揺しすぎて飯食ってないんだろうな、食べてほしいなみたいなのを書いてくれてる人とか、そう大丈夫かなって言ってくれてる人がいて、もうなんか私それで泣きそうになった嬉しすぎておい優しいなって思ったし、あのガチでご飯も食べれてなかったから、そう焦りすぎてそうテンパっちゃってさ、完全にテンパっちゃって、そう、あ、海苔食べたよ、海苔めっちゃ食べたよ、海苔もうさどうしていいか分かんないからさ、そうでね、あのね、分かんないんだけど、私は全然分かんないんだけど、放電ってやんの、なんかその電気が溜まった状態でやると危ないとかなんとかなので、そうちょっとなんかさ置いておかなきゃいけない時間があるのよな。それで、あのしばらく待ってる時に、あの海苔一袋開けましたバリ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 、もう一点見つめで、あーどうしよう、やべえどうしよう、治らないとやべえと思いながら、バリ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 気づいたら、あー海苔なくなったって思ってそう、海苔食べ過ぎたな、うん、で反省した。で、そうで。